タケツル21年日課ウイスキー、余一上流所にて、タケツルは、日課ウイスキーが製造し、朝日ビール、一部のプレミアム製品を除き、ブレンデッドピュアモルトウイスキーとして展開されている。2000年に、タケツル12年ピュアモルトとして、日課ウイスキーから発売された。ブレンデッドウイスキーのように飲みやすい、ピュアモルトウイスキーをという発想のもと、開発が進められ誕生した商品である。 現在では様々なラインナップが登場し、国際的なウイスキー品評会において相次いで評価されるなど、日課ウイスキーの顔というべき商品になっている。なお、命名について発売当時取締役相談役であった竹鶴武氏によれば、出身の竹鶴酒造に商標仕様の可否について問い合わせたところ、要酒であることから快諾されたとのことである。 1997年6月にブラックニッカクリアブレンドが販売され、ニッカウイスキーが家庭用市場で一定の評価を得た後、今度は業務用市場に新製品が開発されるようになった。その際、マーケティング部から開発者にブレンデッドウイスキーのように飲みやすいピュアモルトウイスキーをという注文が付けられ、試行錯誤の末、ベースに宮城京のモルトを使用し、 よいちのシェリーソンモルトで味付けするという商品が生まれた。エイジング12年という注文がマーケティング部から付けられ、12年もののモルトを使用することが決定され、商品のネーミングを創業者の竹鶴正隆の名字を取って竹鶴12年ピュアモルトと命名された。ライバルであるサントリーのピュアモルトウイスキー、山崎が6000円という低価であったのに対して、 竹鶴12年ピュアモルトは 660ml で2450円という破格の安さで売ることも決定した。営業は好調で営業マンも精力的に回ったという。宣伝も商品を全面に出さず、竹鶴正隆という人物の歴史を中心にした販売作戦を行い話題になった。翌2001年には竹鶴17年ピュアモルトが発売された。 その後、竹鶴21年ピュアモルト、竹鶴25年ピュアモルトが発表され、日本を代表する高級ピュアモルトウイスキーとしてそのブランドが国際的にも評価されている。2013年に新たにノンエイジの竹鶴ピュアモルトが発売。代わりに竹鶴12年が2014年3月をもって終売となった。 2016年5月26日から5月27日にかけて開催された第42回先進国首脳会議では、竹鶴21年ピュアモルトと竹鶴25年ピュアモルトが首脳陣に提供された。2020年4月現在竹鶴は以下の品評会で数々の賞を受賞している。ジャパニーズウイスキーの定義業界団体が作成 日本経済新聞2021年2月16日、松尾223の224ピアニッシモ、日課ウイスキーと、市名ジが、銘柄のウイスキー、日課ウイスキー、日課ウイスキー、竹鶴ピアモルトとは松尾225の226ピアニッシモ、松尾227ピー、松尾228の230ピアニッシモ、サミットで提供された、飲料、軽食、 外務省。2016年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月29日閲覧。日課が誇る上質なモルトをバランスよく重ね合わせた香り豊かで飲みやすいピュアモルトウイスキー竹鶴ピュアモルトリニューアル。朝日ビール株式会社日課ウイスキー株式会社2020年1月16日。 タケツル35年を1200本限定で発売から、アサヒビール2007年10月15日、ニュースリリース2010年10月19日、アサヒビール、タケツルピュアモルト受賞歴。ありがとうございます。